2021年12月29日、遠征2日目。宿泊先のホテルをチェックアウトして、三田駅に来ました。水軍船の列車を見送ります。ちなみに水軍船はまだ乗ったことはありません。常磐線の列車に乗り、水戸から勝田まで一駅だけ移動します。ちなみに常磐線は勝田から先はまだ乗ったことはありません。日立電鉄がまだ残ってたら見に行ってたかもしれませんが、乗らずじまいで廃線。乗ったのは懐かしのキハ11。高山線や大田線で何度も乗りました。同士のすれ違い。こちらは2両編成なので、稼働中のひたちなかキハ11勢ぞろいです。終点の阿字ヶ浦駅に来ました。阿字ヶ浦駅には鉄道神社があって、元北海道の炭鉱鉄道の車両が御神体として保存されています。陸地越しに水平線が見えます。来ました。ここで下車します。元城北線のキハ11、部品取りとなっていて見た目が荒れてきてます。以前城北線各駅を訪れる動画を出しましたが、今後車両の解説動画を作る計画があり、それ用に動画を撮りためます。
元国鉄キハ20、鹿島臨海鉄道を経てきた車両で、他の車両は解体されましたが、この1両だけ保存されています。キハ601、ステンレス車体が特徴の車両でした。茨城交通のガルバンラッピングバス。これからバスに乗って大洗まで移動します。ひたちなか市内は大渋滞、抜けるのに30分かかりました。大洗町に入り、海沿いの見晴らしのいい区間を走ります。に来ました。これから短い時間ではありますが、地元を舞台にしたアニメガールズ&パンツァーの聖地巡礼のため街中を散策します。名物マックスコーヒー。なお、この聖地巡礼の様子は別に動画出しました。大洗駅に来て、これから鹿島臨海鉄道で水戸まで移動します。やってきた水戸駅は新型車両、ちなみにガルパンのラッピング車両は本日ほとんどお休み。線のグリーン車に乗り込みます。常磐線出発進行。一晩お世話になった茨城県を離れます。
JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は常磐線上野行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は赤塚です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。 This is a Joban Line train for 上野。 Green cars are car number 4 and number 5. A green car ticket is required in the green car. The next station is Akatsuka. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. ご乗車ありがとうございます。この列車は常磐線上りの上野行きです。次は赤塚に停車いたします。赤塚を出ますと内原、友部、岩間、羽鳥、石岡、高浜、神立、土浦の順に終点上野まで停車してまいります。主な駅の到着時刻のご案内です。友部12時44分、石岡12時58分、土浦13時13分、牛久13時25分、取手13時38分、柏13時52分、終点の上野には14時21分の到着です。この列車は10両編成です。お手洗いは1号車と10号車にございます。車内はお手洗いを含めまして電車禁煙です。ただいま JR 東日本では車内の警戒を強化しております。車内で不審物や気がかりなことがございましたら、お近くの駅係員、車掌または警備員までお知らせください。なお車内には SOS ボタンを設置しております。車内で緊急事態が発生した場合は SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。次は赤塚に停車いたします。これから千葉県、東京都を経由して埼玉県まで移動します。次は友部に停車いたします。次の友部での乗り換えをご案内いたします。水戸線の小山行きは3番線から13時18分。石岡駅から出ていた鹿島鉄道を2007年に廃線となり、線路等は全て撤去されています。ちなみに廃線直前の2006年にコミケ上京のついでに乗りに行きました。鹿島鉄道の線路跡はバス専用道になっています。 The next station is 高浜。取手駅に同時進入する関東鉄道常総線、昔の色を復刻した車両です。
堀駅で山手線に乗り換え。新幹線の車両基地が見えます。このまま川越まで乗ります。一瞬だけ先頭に小町を連結しているのが見えます。
南古谷、お出口は左側です。 The next station is 南古谷。 The doors on the left side will open。川越の市街地に入り、川越駅です。まもなく終点川越です。川越線、多摩川方面と東武東上線はお乗り換えです。川越駅に到着、ここで外に出ます。新木場行きです。 Thank you for riding with JRE。 後でお世話になる八高線直通八王子駅。外に出ました。これから地元が舞台のアニメ月が綺麗の聖地巡礼に行きます。ちなみに聖地巡礼の様子は別に動画にしました。一昨年末に訪れた時は異国語が飛び交っていましたが、さすがに今聞こえるのは日本語のみ。作中に出てきた神社です。作品のキービジュアルに出てきた川です。川越駅に戻りました。これからホテルのある八王子に向かいます。というわけで八王子駅に到着。これにて遠征2日目終了。ホテルに泊まっていよいよ翌日はコミケです。続く